キックボクシング新宿スポーツジムの力也です。今日はこの脳科学ダイエット、お医者さんが書いた、無理なく痩せる脳科学ダイエット、無理なく痩せるというか、これはもうなんていうのかな、結構サクッと読めちゃう、2時間ぐらいで読めるんじゃないかな。で、簡単に言うと脳が騙されてるというか、なんていうのかな、食行動や欲求を変えること、そういうことですね。習慣化というか、要は食べる習慣、運動はほとんど書いてなくて食べる習慣について書いてますね。で、食べる順番をどうするか、そういうことばっかり考えているんじゃなくて、まずは食べ物ではなく食べるを変える、欲求を抑えるのではなく乗りこなす、お腹ではなく、心と脳を満たす、言ってることは最もだなという、そんな感じですね。で、静かな場所にありったけの注意、食事だったら食事に集中すると、よくスマホをいじりながら、適当にこうねやったり、食べたりするんじゃなくて、集中して、しっかりちゃんと、味だったり匂いだったり、そういう食感だったりを、楽しむという、そういう、でよく噛んでその中の味までちゃんと見るっていうのかな、口で味覚で見るという、で食事の前にこうセレモニーをするという、いただきますよって、一呼吸置いて、食べて、箸を置く、噛んで、ちゃんと、しっかりこうなんていうのかな、本当に食べたいのか考えながらしっかり食べるという、そういうことが書いてありますね。このコツとかで何を食べるか、食べ物の性質、五感で、しっかり観察する、食べ物がどこから来たのかを考える、確かにそう思って考えながら食べると食事っていうのはすごいありがたいですよね。本当肉なんか食べるときはその動物なんか思い浮かべるといいんじゃないかと思います。あとお米にしてもね、そういう農家がどんだけ頑張って作ったのか、そういうことを考えたらね、多分これでも外食するより自分で作った方がいいでしょうね。どうしてもそういうことを考えて外で食べると残しちゃいけないってなっちゃうんで、そういう昔じゃないですけどね、お百姓さんが作ったこういうお米を大事に食べなさい、お米には三人の神様がいるみたいなことを言うおばあちゃんとかいますからね。で、どう食べるか、食べ方を変えるコツ、食べ始めるまで2時間、重なっちゃいますけど、長食いをしない、早食いをしない、無駄なことの考えが浮かんだらそれに気づき再び食事に注意を向ける、できるだけ誰か一緒に食べる、人の食べ方に注意を向けるのも、心の迷いを減らす効果がある、買い物などが始まると食事の満足度が上がりの良い、自分で料理や後片付けをする、食事を総合プロセスとして、プロセスとする、そんな感じですね。あとはそういう考えるときになぜ食べるのか、そういうなぜ食べたいのかを考えるっていうのもありますね。空腹のチェックリスト、食べたい理由を出して、一回食べたい理由とか本当にお腹が空いてるかどうか感じるっていうのも必要ですね。よくこうね、人ん家の前に通ってカレーの匂いがしたら、カレー食べたいってなりますけど、せいぜいそういうのって思って20秒30秒のことなんで、それさえ過ぎちゃえばいいんで、あとそういう時ちょっとね、運動をちょっと軽くするっていうのもいい方法ですよ。一口テスト、一口を食べて、いろいろ自分を確かめるっていうか、状況、証拠、その日も食べた分などを、思い起こすタイミングを作る、これレコーディングの方がいいと思う、書いていった方がいいと思いますけどね、今だったらネットでやるのかな。ストレステスト、ストレスを、どんだけ感じているかをちゃんと、自分で理解するという、食事改善、そういうのはありながら、いろいろあって脳科学ダイエット実践カレンダー、その後はマインドフルネス的なことが書いてあって、やっぱり瞑想とかはいいという、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、瞑想は今、どこの、例えばアップルだの、グーグルだの、そういうのを取り入れられて、かなりストレスとか、そういう自分の自己啓発的なことにいいらしいんで、取り入れてる企業とかも多いんで、ボディースキャン、今体どうなってるか、こう
まあ、あるがままを、まあ、受け入れたり、まあ、自分でコントロールしていく、まあ、だんだんできるといろいろ自分の中でこう、ね、こう熱いものを回したりできるらしいですけどね。あと呼吸フォーカス法、まあ、これはまあ瞑想やるとき、まあ、呼吸にまあ集中するのが一番初め簡単だと思うんで、まあ、そういうのもいいと思います。まあ、寝る前に行うことを続ける、休息日、瞬発というかこうインハーフゲーム、あー口に、まあ、目隠しして入れたりしてると。でもまあこれあサウスポーサウスポーピンクのサウスポー法、まあ、左手で食べると自然と遅くなるという、まあ、結構いいことは、まあこれはかなりストレスとかにもいいとは思いますね。自分に優しくなる方法、ゴールをなくしてみる、こうでなきゃをなくす、完璧主義をやめる、いつもベストでいられない自分を許す、まあいいかと言ってみる、うん、鏡に映る自分をよくやってるよ、お疲れ様と声をかける、見られたらありがとうという謙虚さと、まあ、自己否定的なことを吐き違える、人からの批判と称賛を額面通りに取る、まあ、親との関係を振り返る、自分をケアする、主観的社会的バイアスの色眼鏡を外す、ありのままの自分を受け入れる、まあ、まあそうなんですね。どうこう言うけど結局健康が一番で、まあ、食欲っていうのもね、こう正直言って今企業とかにこう、まあ、コントロールされてる部分があるんで、まあ、ファーストフードにしてもそうだし、そういう CM とかにしてもそうだし、まあ、料理番組とか、まあ、テレビは今見る人ほとんどいないとは思うんですけど、まあ、やっぱり高齢の方はやっぱりテレビしか見るやることがないみたいな人もいるんで、ワンポイントトレーニング、夢のコラボ、瞬発力アップ、食事、見る、聞く、感じる、考えるなど注意の矛先を瞬時に言葉にする、まあ、思ったことを口にする、まあ独り言も結構、まあ、ストレスとか脳にはいいみたいなんで、独り言でこう喋りながらやると、まあ、はかど作業はかどったりするらしいんで、あとはそういう発想とかも出てくるらしいんで、まあ、やってみるといいですよ。聞き水トレーニングを各種のミネラルウォーターそれぞれを水分分、まあ、こういうのいいですね。水でももうどういうの、どれがこうね、甘いだの辛いだの、まあ、軽いだの、まあ、濃いだの、ベジタリアンで、まあ、そういう、あ、まあでもこういうベジタリアンデーっていうか、まあ、自分だったらこれベジタリアンデーじゃなくて、まあ、断食デーとか作ると思いますけどね、まあ、そういうやり方もいいと思いますよ。そういうことで、まあ、そういう食事のありがたみというか、断食もやってみると、まあまあ初めの本当24時間という、まあ、48時間を超えればまあ惰性でいけちゃうんで、まあ、最初だけなんでお腹すくるの、まあまあまあそれはずっとやってると、まあ、死んじゃうんで、ちゃんと食事は取った方がいいですけど、実践カレンダー、産休メソッド、ライティングプラクティス、失礼、産休じゃない、まあいろいろライティングプラクティス、まあいろいろ、まあ、感情から食べたものからいろいろ書いていくというのを習慣つけるといいですね。手で書いた方がいいと思いますよ。あとまあ最近自分がやってるのは、まあ、Facebook とか使って、まあ、自分だけ見るにして、まあ、いろんな、まあ、食事じゃないですけど、そういう日々のこととかもう考えてることとかをこう書いて、そうすると Facebook 面白いのがこう1年後とか2年後とかにこう上がってくるんで、あ、去年こんなこと考えてたんだとかで、ね、その時は結構まあ困ってたりするんですけど、まあ、解決策意外に簡単だったり、別に考えるほどじゃなかったことだったりっていうのを気がつくんで、そうすると今考えてることも、ああもう1年先2年先には何でもないなっていうふうに思えるようになると思うんで、まあそういうのいいですね。ちょっとダイエットとかからちょっと外れましたけど、研究者が、まあ、まあ感謝できることを書いていく、さっき周りの人にまあ感謝したり、まあ、出来事に感謝するっていうことですね。まあこれはダイエットに限らず、まあなんていうのか、生きてて楽しくなると思いますよ。そういう、まあ、何でも周りのものに感謝して、なんでこいつはどうなんだというよりは、まあ、教えてくれてありがとうみたいな、まあ、多分そういうのがあれば、まあ、無駄なそういう情報に流されなくなると思うんで、ということで、まあ、この、まあ、考え方を変えていくって感じですね。これはあとはまあ実際ちゃんとしっかりものを見るというか、そういうことをやっていくと、まあ、いいですよという、まあ、ストーリー形式になって、小説形式になって、まあ、登場人物でいろいろやり取りしながら、まあ、読みやすい本で、あとはポイントポイント書いてあるんで、まあ、それを実践していけば、まあまあ、ダイエットにもいいですし、まあ、健康にもいいですし、まあ、健康もちろん体の健康だけじゃなくて心の健康に、多分メンタルヘルス的にもいいと思うんで、ちょっと
まあ、興味ある方は、まあ、これ、まあまあまあ軽く読むんだったらいい感じですね。まあ、図書館とかで借りるのもいいと思います。ということで、まあ、今日はこのところで、では、バイバイ、さよなら。